中京競馬場、今日のメインレース第11競走はウィン5大賞4レース目、ジャパンオータムインターナショナル第18回チャンピオンズカップ G1。 残念ながら15番のアポロケンタッキーが取り消しまして、今年は15頭の競走となりました。枠入りですが、ゲートの後方で待っておりましたメンバー中唯一の3歳馬ローズプリンスダム、少し嫌います、若さを見せています。ローズプリンスダム勢いをつけてゲートイン、これで15頭のゲートインが終わります。係が離れます。体制完了、スタートしました。さあ先行争いです。やはり行きますか、内からコパノリッキー、コパノリッキー、ケイティブレーブもすっと2番手の位置ですが、モルトベーネ、そしてテイエム迅速マイペース、そしてその後にロンドンタウンです、アオーディ、グレンセントがいて、名将住友、さらにはローズプリンスダム、ゴールドドリーム、カフジテイク、三つ葉がいて、ノンコの夢、その後さあサウンドトゥルー、そしてその最後方から行くキングズガード、1コーナーカーブし終えて、これから2コーナー、1番コパノリッキー先手を奪ってリードは1馬身、2番手13番テイエム迅速つけています、3番手2番のケイティブレイブが追走です。そしてその後6番モルドベーネ、外から7番ロンドンタウン、そしてその後8番グレンセント、11番アオーディがいて、2馬身後方ゼッケン5番をつけました。名将住友中段馬群の内目を進んでいます、結構流れております。さらに外からはローズプリンスダムがじわっと位置を上げようとして、さらにその後方からカフジテイク、名将住友、そして間ゴールドドリーム、三つ葉、そしてその後にノンコの夢が外目から内からゼッケン14番をつけました、サウンドトゥルーが追走、最後方10番のキングズガード最後方待機です。さあ各馬がスタートして 1000m1 分2秒ぐらいのペースで通過しています。3コーナーカーブ、コパノリッキーのペース、リードが現在4分の3馬身、2番手の位置、これをがっちりマークするようにテイエム迅速がつけております。ケイティブレイブがわずかに2番手か、外からロンドンタウン手が動いて、モルトベーネ、そしてアオーディは現在6、7番手、後位の外目、そしてその内にコースを取っている8番のグレンテントという体勢だ。さあ第4コーナーカーブから直線コースへと向かってまいりました。残り400を通過、直線の攻防だ。先頭はコパノリッキー、コパノリッキーまだ頑張っている、テイエム迅速、テイエム迅速、そして外からケイティブレイブ、さあこの3頭の追い比べか、そしてその後後続集団ゴールドドリームがじわじわとアオーディとともに足を伸ばしてくる、そして後方にいたゼッケン10番のキングズガードも足を伸ばしてくるが、前の争い、コパノリッキー、コパノリッキー、今度は外から9番のゴールドドリーム、ゴールドドリーム捉え切ってゴールイン、ゴールドドリームライアンムーア。